ですね。IHP が入ってませんので、はい、一人前は何でもお野菜、こんなにたくさんお入れになるんですね。いや、それは、あのね、一人分やったら、まあ、今日はお椀大きいからこんなたくさんですけども、あの、一人分言うのは、お椀にいっぱいの具ですわ。そして、この緑がちょっとないなと思ったら、緑の何入れましょう。ネギ入れましょう。ネギとか青のものは最後だって構わないけども、あの、後から入れますよとか、ブロッコリーは後からですよとか言うでしょ。でもそんな、すぐ沸きますからね。こうしても、いいって全部やってるだよ。本当そうなんですよ。お味噌、はい。お味噌もあの普通のお味噌で。沖縄のお味噌です。沖縄の、はい。沖縄のお味噌です。沖縄のお味噌というのはね、あの、もう本当に160年ぐらい前のあの館をそのままに、使ってはるとこですね。レンガ作りで。そして樽の裏でヤモリがギーギー鳴いてるみたいなところですよ。でも沖縄いうのは気温が高いから、気温が高いからね、本土よりも、塩分濃度が高いんですよ。ほんだら、しょっぱいのができるか言うたらそうじゃないんですよ。沖縄の味噌の方があの塩分が感じない。卵は煮立ったところに置きます。こうやって何かお椀から落とした方がポッと、これでもあとあの卵に火通ったらもう、あ、味噌溶いた時点でもう味噌汁です。はい、あのお出汁がなくても全然大丈夫です。全てのものから出汁を入れます。あの野菜から、もう野菜からこの頃新しいベジ出汁とか言い出す人がありますけどもね。ベジだし、ベジタブルだしということですか。それ別に野菜入ってたら何でもだしが出るということですよ。ね、もうこれでも何もこれでいいんですよ。半熟でもいいけどもね、やっぱりちょっと火通した方がいいでしょう。これ暇やからちょっとこう卵にお風呂入ってね、テープって持ってくる。お世話になる。またね、お湯かけるみたいなもんですよ。これちょっと火通してやってください。ええ加減言うのは適当言う意味違いますよ。関西で私らもええ加減にしときゃって言うて、よくずっとそれだけで大きくなってきたんですよ。ええ加減言うのは良すぎても悪すぎてもあかんのですよ。自分で考えてええ加減にしとけって。だからちょうどええ加減言うのはちょっとええ方向か、ちょっと手前もいろんな比があるんですよ。なんかええ加減言うのはね、本当に素晴らしいんですよ。はあ、良い加減っていうことなんですかね。いや、ええ加減ですね。まとめたつもりだった。多分食べきり、出来たてやから美味しいし、ほんまにこう問題ないんですよ。全然あの冷やご飯をちょっと残ったら入れはってもお雑炊にもなるしね。